バレクストラはイタリア・ミラノに設立するファッションブランドである。主にバッグや財布などの比較製品を展開している。イタリアのミラノに本拠地を置き極上の高級革製品とアクセサリーのブランドで、名前はイタリア語でスーツケースを意味するバリージャとエクストラからできたカバン語である。バレクストラブランドは1937年にミラノのサンバベラ広場にあるジョバンニフンタナによって 設立。当初からワニ、カバ、雑費などのエキゾチックな革から荷物、ハンドバッグ、アクセサリーを作成することを専門としていた。彼らは新しく人気のある航空旅行モードの荷物に焦点を合わせる。1940年代から1970年代までバレックストラのハンドバッグと荷物は有名人や裕福な顧客によって頻繁に購入されました。 その中には、ジャンニ・アニエリ、グレース・ケリー、アリ、ジャクリーン・オナシスがいた。20世紀の最後の20年間に、バレクストラ・ワカルティエ、ダンヒル、アルマーニ向けに革製品を生産。2000年、同社は、エマヌエレ・カルミナ・ティモリーナに買収される。イタリアの銀行家、ロベルト・カルビの有名なスーツケースは、バンコ・アンブロジアーノの破綻中に、ロンドンでブラックフライアーズ橋の下に吊るされて、 殺害され発見されたのが黒いバレクストラの外交官。バレクストラは軽量、グラフィック、エッセンシャルなシルエットはブランドのデザイン理念を由来する。ラインはシンプルで控えめなデザインであるが大胆で型にはまらないのである。製品は特殊なエンジニアリングと技術、モデリング機化学的輪郭、折りたたみ構造、非対称フレーム、シャープな角度など あらゆるコンポーネントがカットされ、組み立てられている。バレクストラの製品にお客様のイニシャルを刻印して、自分だけのオリジナルアイテムにすることができる。刻印は、ゴールド、シルバーから選ぶことができる。当初から、バレクストラのデザインはモダニズムであり、ほとんど装飾されておらず、神秘的にミニマルで控えめであるという評判があり、ニューヨークタイムズは、彼らの製品を、 洗練された、控えめに表現された、ロンドンイブニングスタンダードをエレガントで控えめに表現されたと表現した。ニューヨークタイムズは続けてこう言った。匿名でありながら、風格のある比較製品で知られる由緒あるイタリアの会社バレックストラのように、逆のせずを言うものは何もありません。バレックストラは長年、ヨーロッパでインサイダーの秘密であり、 その名もなき完全に構築されたバッグは皮肉なことに有名な有名人や金持ちに訴えかけています。バレクストラはしばしばイタリアのエルメスと呼ばれる。ルイス・ビトンやグアヤーなどの同様の高級荷物会社とは異なり、バレクストラは署名やロゴパターン製品を作ったり、キャンバス製品を作ったりはしない。エルメスやモイナの最高の製品に関しては、 バレックストラのロゴが商品の外側に表示されることはほとんどない。バレックストラのすべての製品は約60人の職人を雇用するイタリアの工場で手作りされている。各バッグにはその作成を監督した職人の個々の職人番号が記載されている。1937年に会社が最初に作成したアイテムのいくつかは まだ生産中で清潔感と修理は一生、提供される。同社はまた、顧客の仕様に合わせて、カスタム荷物とハンドバッグを製造。フラッグシップのバレックストラストアとその本部は、両方とも、万象に経由で、ミラノの3番にある。日本で13店舗、韓国で6店舗、中国本土と香港で4店舗を運営し、他の市場には、ニューヨークのバーニーズ、ロンドンのハロッツ、 ロンドンのドーバーストリートマーケット、パリのルボン・マルシェ、カナダのホルト・レンフルーなどのデパート内のブティックがある。2016年9月、ロンドンのメイフェア地区にあるマウント・ストリートにブティックがオープンする。2013年、バレックストラの支配権は、ロンドンに拠点を置く民間投資会社ネオ・キャピタルによって購入されましたネオ・キャピタルは、5から10年以内に、 バレックストラ IPO を開始する予定です。現在の CEO はマルコ・フライクイニーで、以前はバリーの CEO として7年間、グッチのヨーロッパのマネージングディレクターとして8年間、過ごしました。同社は2013年2300万ユーロの収益を見ました。2017年にフォトグラフィックプロジェクトを開始した。このプロジェクトはマルコ・ピエト・ラクパによって開始された。 パーソナルサブジェクトのプロジェクトは、お気に入りのバレクストラの製品とミラノ企業のステージとなっている場所との視覚的な対話に取り組むことが主である。毎週バレクストラのホームページや SNS で確認することができる。ありがとうございます。